株式会社スタジオディーンは、日本のアニメ制作会社、今グループの子会社、日本動画協会正会員。1975年3月14日に、勇者ライディーンの制作をきっかけとして、サンライズスタジオ創立当初から仕上げ検査を担当していた長谷川洋が、仕上げスタジオの有限会社スタジオディーンを設立し、サンライズ作品の仕上げを行った。会社の名前は、設立当時関与していたロボットアニメ、勇者ライディーンのディーンから名付けた。1982年より制作業務を開始した。当初はドラえもんなど、新鋭動画の諸作品の制作に協力していたが、1984年2月11日に公開されたうるせえ奴らにビューティフルドリーマーを中心となって制作したことをきっかけに、制作スタジオとして一本立ちし同年4月より、スタジオピエロからうるせえ奴らの実制作を引き継ぎ、元請けに進出した。その後1990年代前半まで、メゾン一国、FF、ランマ1、2、スーパーズガンといった、キティフィルム作品の実制作を担当した。また、元請けとなって、以降も、プロゴルファーザルや、おいしんぼ等新鋭作品への制作の協力は、引き続き行われていた。1994年4月、有限会社から株式会社へ改組。2005年に設立30周年を迎え、2006年1月より新社屋へ移転した。2011年4月1日、株式会社今グループと業務提携、子会社となる。同年9月30日、長谷川が、代表取締役を退任し、今グループの顧問に就任した。撮影部門と 3DCG 制作部門が存在しており、撮影部門には、めくみ、3DCG 制作部門には、海鳥という名称がそれぞれ与えられていたが、撮影部門は、リルリルフェアリル妖精のドアより、ディーンデジタルという名称が使用されている。中国には、子会社である。蘇州単に動画有限公司が存在する。また作画、仕上げ、背景の一部を韓国のアニメスタジオであるエコーアニメーションが協力することがある。2013年9月には親会社の今グループが運営していた音楽レーベル、Cosmic Recordを継承し、音楽 CD の企画、プロデュースも手掛けるようになった。キャラクタービジネスとして自社開発のコンテンツを中心に、キャラクター制作とライセンス管理も手掛ける。今グループ傘下だった株式会社サーファーズパラダイスとはグループのシナジー効果を活かして共同企画i-style ProjectでVOCALOID3の青姫ラピスとメルリを展開し、プロジェクト夢日記のメディアミックス展開も共同で行っている。また日中共同企画のテレビアニメ霊剣山ではアニメーション制作及び国内での商品化とライセンス管理を担当している。1980年代、1990年代、2000年代、2010年代、2020年代。ありがとうございます。